古谷圭司です。古谷圭司は自民党のネトヨです。靖国神社、いいなぁ。本当にいいなぁ。三度の飯よりも靖国神社好きだな。神武天皇の匂いがする。神武天皇の猥染色体。金城天皇と全く同じ猥染色体。天皇は男系天皇でなけりゃね。今井るる、です。同じ選挙区の古谷さん。神武天皇の好き嫌いは、その人の趣味の問題だけど、靖国神社の問題は、ほっとくわけにはいかないよ。靖国神社、とんでもない存在。戦争の拡大、どんどん戦死者、沿線気分を排除、国民を鼓舞する軍国主義の神社、靖国。悪辣な国家神道は禁止された。国家は特別な宗教への肩入れ、禁止だよ。日中戦争、太平洋戦争の犠牲者、軍、民の犠牲者は、日取りが淵で丁寧に弔われるんです。ルルさん、まあ、靖国の話は横に置いて。ルルさん、折り入って話があるんだけど。天皇は、男系天皇、ってね。衆議院は、男がやらなくちゃ。女は地方選だよ。岐阜5区でルルさんと戦うのじゃなくて、衆院選は男系で行きたいんだよ。ルルさんは多治見から県議に関心ないかい？ルルさんが自民党に入ってもいいというなら、ルルさんの選挙応援にするよ。衆院は男系でなくっちゃですよね。衆院は古谷さん。お願いします。あたいは県議選に回ります。岐阜県議選は自民党から出ます。